2021年の育成ドラフト1位の新野選手20歳、オーバースローとサイドスローを使い分ける変則左腕で秋季キャンプに育成選手として唯一参加してるんだよね。見るからに打ちにくしょじゃわい。解説の阿部さんも思わず、いやらしい、バッターからすると視点が変わるので嫌ですね。そう発言するほどの変則投球。キャンプでは黒田アドバイザーの助言ももらいつつ支配下登録に向けて鍛錬の日々が続いてる。ストライク率の向上をキャンプの課題としつつ、得意の変化球で嫌なピッチャーだと思われるように頑張りたいと話していたよ。超変則左腕、新野選手の活躍を楽しみにしたいね。